スタジアムには多くのサポーターが詰めかけています。この声援を背中に受け、両チーム今日のゲームを戦います。この時間はヴィッセル神戸対浦和レッズ、こちらをご覧いただきます。現地のコンディションですが、現在は曇り、予報によると後ほど雨ということで、試合中の天気の変化もあるかもしれません。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。ヴィッセル神戸対浦和レッズ、エキシビションマッチです。今日4-3-3のシステムで来ているんですが、北澤さん、まあ、これアンカーをどこに置くのかということになろうかと思うんですが、これどうご覧になりますか。そうですね、アンカーがどちらかというとセンターバックの間に降りたりとか、はい、まあ、その理由というのはもう攻撃的に行きたいということですよね。そこのポイントになるのはサイドバックが上がれるということですね、はい、サイドバックが高い位置にとってそこにポイントが作れるとサイドからの攻撃が始められるということになりますよね。なるほど、まあ、でも結構これアンカーに負担がかかりますね。そうですね、チームが進んでいる方向と逆に進まなければいけない、うん、下がらなければいけないというところがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい。これは相手選手に当たりコーナーキックになります。このボールには届きませんでした。前線が長いボール、さあ右へ預けて中島、浦和ボール、奪います。酒井、サイドを縦に走らせます。佐々木、ここで前を向けるか。ここで丁寧にコントロール、危ないシーンでしたがクリアの対応。チアゴサンタナと呼んでいた。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。ヴィッセル神戸対浦和レッズ、エキシビションマッチです。今日4-3-3のシステムで来ているんですが、北澤さん、まあ、これアンカーをどこに置くのかということになろうかと思うんですが、これどうご覧になりますか。そうですね、アンカーがどちらかというとセンターバックの間に降りたりとか、はい、まあ、その理由というのはもう攻撃的に行きたいということですよね。そこのポイントになるのはサイドバックが上がれるということですね、はい、サイドバックが高い位置にとってそこにポイントが作れるとサイドからの攻撃が始められるということになりますよね。なるほど、まあ、でも結構これアンカーに負担がかかりますね。そうですね、チームが進んでいる方向と逆に進まなければいけない、うん、下がらなければいけないというところがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい。これは相手選手に当たりコーナーキックになります。このボールには届きませんでした。前線が長いボール、さあ右へ預けて中島、浦和ボール、奪います。
酒井、サイドを縦に走らせます。佐々木、ここで前を向けるか。ここで丁寧にコントロール。さあファーストハーフ見ていきましょう。ヴィッセル神戸対浦和レッズ、エキシビションマッチです。今日4-3-3のシステムで来ているんですが、北澤さん、まあ、これアンカーをどこに置くのかということになろうかと思うんですが、これどうご覧になるか。そうですね、アンカーがどちらかというとセンターバックの間に降りたりとか、はい、まあ、その理由というのはもう攻撃的に行きたいということですよね。そこのポイントになるのはサイドバックが上がれるということですね、はい、サイドバックが高い位置にとってそこにポイントが作れるとサイドからの攻撃が始められるということになりますよね。なるほど、まあ、でも結構これアンカーに負担がかかりますね。そうですね、チームが進んでいる方向と逆に進まなければいけない、うん、下がらなければいけないというところがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい、これは相手選手に当たりコーナーキックになります。このボールには届きませんでした。前線が長いボール、さあ右へ預けて中島、浦和ボール、奪います。酒井、サイドを縦に走らせます。佐々木、ここで前を向けるか。ここで丁寧にコントロール。危ないシーンでしたがクリアの対応。チアゴ・サンタナと呼んでいた。ハッセ、長いボール縦に入れます。